どうもーカゲヤです。今日はですね、健全な精神は健全な肉体から宿るということについてお話ししたいと思います。よくこういう言葉を言いますよね。健全な精神は健全な肉体から宿るということなんですけども、その精神だけをこう 立してです、ねえー、その精神的なものを保つっていうことをできる人はもちろんいると思うんですけどもその肉体からこの健全なものにする結局健康な体ですよねを保つことによってですね、えー、健康な精神心を保つことができるというかその方が簡単やということですね、うん、だからそのちょっとねこう体がちょっとこう体というかこの健康状態がね 体のでですね健康状態があまり良くないとで運動不足であったりとか食事がこうこう乱れてるとかですね、えー、不規則な生活をしてるとかもちろん仕事でね不規則になる人は全然仕方ないことなんですそこの中で工夫していくっていうことがまあ、その場合は必要になってくると思うんですけども、えー、その何て言うんですかねそのいろんな生活の乱れとかそういうことからですね精神的にこう 病むまではいかないけどもすっきりしない状態をこうができている場合はですねえその精神的にこう気持ちを変えるというよりはですねえその体を動かしたりねするように健康を保つことによってですねあの精神え心をねえよくしていくっていう方が簡単やというふうに僕は感じるんですね。例えばちょっとと仕事とかで色々悩みがあって 悩みというかまあまあ考えたりいろいろこう解決しにくくなってこういろいろ考えてどうしたらいいかなと思ってる時にですねちょっとねこう走ると。 30分ぐらい走って戻ってくるとですねそれをさっきまで思った問題がそんなに問題じゃなくなっててですねこうすっきりした状態になるっていうことがあるんですね僕の場合やとねほんでこうモヤモヤしてたもんがこうある程度消えてしまうほんでそっからなぜかその解決策が見えたりするということがあるんですよねだからそのいくらねその 悩み続けててもです、ね、解決、まあ、解決すればいいですけども解決しない時はです、ね、体を動かすほんでその体を動かすことによって体はその健康になっていくと思うんですけどもその健康になっていくことによって、ね、心までその変わっていくその体の状態に引っ張られるというかね、えー、そういうことがあると、えー、僕は経験上いつもそういうことが多いですね多いというかもうこういろんなこうモヤモヤストレスみたいなものを こううい夜ですね走ったりすることによってですねかなりり変わりますね例えばちょっとこう詰まってきて自分の中でこうなんかこう詰まった状態というかね心の中詰まった状態になった時に気分転換にドライブ行くとでドライブに行ってこう気分転換をするのと例えばこうウォーキングでもいいですけど外をこう運動して気分転換するんやったら運動して気分転換した方がねあの かななりりその状態は良くなりますすということがあるんですね例えばそのなんかこうちょっと体調的になんかこうちょっと体がだるいかなっていう時にですね朝起きた時にねその時にこう朝のいつもの僕のルーティンの中でですね体のこう運動というか体の訓練みたいなことをするんですけどそれをしていってそれが30分から40分ぐらいするんですけどもその間にですねだん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 その 精神的なもの心が整っていいくとほんでこうすっきりした状態になって今やったら夏なんでシャワー浴びたりするんですけどでシャワー浴びるとですねもう完全に復活ですよね。 ほんでも仕事モードに入ってこう集中してできる状態になるということでねこの体を動かすっていうのはすごくこう重要なことでですね、えー、昔であれ昔っていうのは例えば江戸時代であるとかねその辺であればですねみんなこう歩くしかなかった交通手段がなかったって歩くしかなかったんでその精神状態っていうのはすごくねあのー、いい状態を保ってる人の方が多かったんじゃないかなとその武士の時代なんでその もうちょっとこう自分を律していってはる人が多かったんでこう真面目な感じがあったんかもしれないんですけどもそのどういうんですかねその今はねこう体を動かさんでもいいその便利な時代なんでえなるべくね自分からこう積極的に体を動かすという状態を持っていく例えばその駅までもこうえ歩くとか。 えー、そういうこともそうですしその積極的に歩く状態を作っていくでそういうのをこう日常生活の中をこう歩く工夫をするとかですね、えー、その自分で運動をするっていうことができる人であればそういうことをしていけばいいと思うんですけどもそういうことをすることによってですねあのー、心っていうのはこういい状態にこう持っていける。うんその 瞑想とかそういうのももちろんいいんです。それをやりつつですね、その体を動かすこと、それで肉体をこう健全な肉体を先に言いました健全な肉体を、えー、保つということが。 結局精神状態もこういい状態に持っていける状態、これがすごくつながってるということですね。それとですね、僕が考えるに心というのはですね、その精神とかいうことはですね、えー、今までの過去の積み重ねがこう。 それいろんな出来事に対して自分が思うことなんでそれが自分の本音やと思う必要はないということですね。そのもうちょっとその心というかそういう部分をこう道具やと思って使うということですね。 で自分がこういう時にこういう反応をしたんであればこういうふうに思うように訓練するということですね。で体はねほっといてもいい方向へしか行かないんですね。いい方向その体がよ自分の体が良くなるようにしか体っていうのは動かないんですけども、えー、心っていうのはプラスもマイナスもあるんですね。でそれをプラスもマイナスもある からこそですねそのいろんな考えをその時持ってしまうんですけどそこを修正したりいろんなことを考えていくっていうことですね、うん、そういうことが必要になってくるというところでで根本的なことを言うとその命に関係ある体 の状態っていうのは命に直結するんでですね、自分ではコントロールしにくい状態になっているということですね。で命にそこまで関係のないものが自分がコントロールできるものというふうに思っていただければいいんじゃないかなと。だからその自分がコントロールできるもんっていうのはちょっと後回しになってるもんであるんですけども、いろんなことに繋がってくるんでですね、自分でコントロールしてですね、あのいい方向へ持っていく。それは1日1ヶ月ということではなくてです、ね。 1>, 1年5年10年単位で考えていってそれで良くしていくそれぐらいの気持ちでこう変えていく必要があるかなというふうに考えています。ということで今日は健全な精神は健全な肉体に宿るということについてお話しさせていただきましたでは今日もよっしゃーでいきましょうどうもありがとうございます。